おすすめのメイドインジャパンの洋服をお伝えしていきたいなと思います。日本にはね、素晴らしい洋服たちがいっぱいありますので、特にこれおすすめですよ、ここは間違いないと思いますっていうのをお伝えしていこうと思います。大々的には言えないんですけども、あのブランドとあのブランド一緒なんていうのも結構あったりするわけなんですね。はい、本日はですね、おすすめのメイドインジャパンの洋服をお伝えしていきたいなと思います。ということで、日本にはね、素晴らしい洋服たちがいっぱいありますので、特にこれおすすめですよって、僕もメイドインジャパン好きなんですけど、もう好きな僕がここのブランドが特に縫製会社さんすごいですよ、なかなかそんな分からへんじゃないですか。でそんなをねお伝えしていきますので、ここは間違いないと思いますっていうのをお伝えしていこうと思います。まず最初に、僕よくアウトドアのノーセースとかパタゴニアとか、よく紹介するんですけども、やっぱりノーセースパタゴニアって、言ってる通り海外で作ってるので、別に日本国内で作ってるわけじゃないじゃないですか。だからヌプシジャケットとかバルトライトジャケット、もちろん素晴らしいジャケットなんですけども、ちょっと縫製に偏りがあったり、ちょっとほつれてたりとかっていうのがどうしてもあったりすると思うんですね。検品して外してると思うんやけど、やっぱ多少は出てくる。でもその代わりノーセースでもオーダーするやつ、カスタムオーダーとかやったらヌプシでも日本国内で作ってたりするらしいので、そういうのはね、非常にクオリティが高かったりするんですけど、それノースフェイスだけじゃなくても、ここのブランドでもあるよねっていうところをね、いろいろお伝えしていきたいんですけど、まず一番最初っていうのはコムデギャルソンですね。このコムデギャルソンはですね、もう日本のありとあらゆる縫製工場で縫製されてるんですよ。で、なんでそんなこと知ってるんかというと、自分の洋服とかね、こういったシャツとかも縫製していただいてるんですけど、あ、ダウンはここでやってんねや、ブルゾンはここでやってんねや、パンツはここでやってんねやって、同じとこでやってたりもするわけなんですよ。そしたらやっぱりこんなこだわってる縫製会社さんに任してんねんなっていうところでね、やっぱ品質が高いねんなと思います。特にコムデギャルソンで言ったら、靴なんかもね、日本の会社で確か作ってたと思うんですけど、それがね、パドローネっていう、自分らでも今会社としてブランド立ち上げてる靴屋あるんですけど、僕自身もね、その靴持ってるんですけど、これコムデギャルソンのロゴつくと相当高いでって思うけども、ロゴがついてないので値段がね、安く、3万か4万ぐらいで買えたんですけど、普通コムデギャルソンがついてると10万オーバーしてくれるなって思うんですが、しっかりね、革やのに防水の革で、履き心地もいいし、履いてて疲れないっていうね、革が使われてるから、やっぱりすごい品質の高いのをね、出してはるなっていうところが、おすすめのメイドインジャパンでコムデギャルソンになってくるんじゃないかなと。で、次はですね、オーラリーっていうのもね、日本のブランドであるんですけど、これもですね、僕全く同じ縫製工場さん使わせていただいてるんですね。なので、何のアイテムとは言いませんけども、使わせていただいてるので、すごい非常にクオリティが高いというか、で、日本の縫製工場さんでも安いとこもあるんですよ。安い縫製工場さんもあるんですけど、やっぱりそれなりに値段してくると有名ブランドばっかりになってくるんですね。で、その中でもこのオーラリーとか、さっき言ったコムデギャルソンとかっていうのは非常に品質がこう高くて、特にオーラリーってカットソーのブランドとかやと思うんですけど、カットソー以外のパンツとかアウターとかブルゾンとかダウンとか、そういうのも日本の縫製工場さんでされてるということなんで、大々的には言えないんですけども、あのブランドとあのブランド一緒なんていうのも結構あったりするわけなんですね。なので非常におすすめ。あ、ここらのブランド一緒ってことは確かにそれは品質いいわなと。で、ちょっと安い縫製工場さん行ったりしたら、あのブランドあそこでやってんのみたいなのもあったりするんですけども、それ以上言うと僕もちょっとね、命を狙われますので言えませんけども、そういうことがあると。で、次におすすめっていうと水沢ダウンですね。で、水沢ダウンはダウンジャケットに関しては国内の縫製やってるっていう風にちゃんと言ってますので、岩手県の方で縫製工場さんできっちりやってると。で、特にね、ダウンの縫製っていうとね、どこが多いかっていうと、岩手とかも多いんですけど、あと関西もちょこちょこあるんですね。滋賀とか、あと岐阜とかで、もちろん大阪もあったりするんですけども、大体東北か、大阪にこう散らばってるというか、そういうような印象があります。あんま九州とかでは聞かないんですけど、その辺にね、結構あって、ダウンの縫製工場さんがあるというような感じですね。これはもともと昔がね、ちょっとね、その関西に特に GHQ からアメリカからね、生地の取り扱いを許されてたみたいな歴史的背景があるから、どうしても関西にこう集まってきてるっていうのもあったりはするんですけども、特にこの水沢ダウン、岩手なんですけど、ダウンジャケットって言ったら岩手とか東北系もねあったりしますし、あとニットもね、ちょっと秋田とかあっちの方にあったりするので、すごいクオリティの品質の高いものがあったりします。っていうのも今ルイ・ヴィトンがね、岡山の黒木っていう会社とも提携結んでるんですけど、ルイ・ヴィトンのこれからのデニムっていうのはこの黒木の生地が使われたりするっていうことなんで、世界中から認められてますし、あとね、ロンハーマンのね、これアイテム言われへんけども、とあるものが洗い加工をするんですけど、洗い加工ってね、今日本で生まれた技術なんですよ。もともと日本で生まれた技術で、それが海外に受けて、例えばデニムのヒゲ加工とかね、ハチノスなんかも、あれ海外に行ってもヒゲって言いますし、この後ろの部分も海外に行ってもハチノスって言いますので、それは日本から生まれた言葉やし、日本から洗い加工が出てきたんで、ちょっとこうロンハーマンでウォッシュド加工かかってるやつとかは、とある県の洗い場加工さんで
出てたりとかするので、すごい品質のね高いお仕事されるっていうのも海外から認められているということになってます。あとまあ分かりやすいので言うとポーターですね。ポーターってね、まあ吉田カバンとかって言ったりするけど、どこで作ってんのかなって、まあ知らん方もいらっしゃるじゃないですか。まあカバンで有名っていうと兵庫県の豊岡っていう地域が有名なんですね。でそこの豊岡っていう地域で、外部委託といいますか、ポーターさんから仕事を受けて職人さんたちが作ってるというコミュニティが完全に出来上がってるんですけども、そこがカバンの備品屋さんがあったり、カバンの縫製会社さんがあったりとかっていう、まあ、いろんなところが兵庫県の豊岡市っていうところに集まってるので、まあ、そこでポーターが作られてる、まあ、これめちゃくちゃ有名な話なんですけど、なのでねポーターのものってもうカバンだけを専門に作った職人たちが作ってるから、おそらくクオリティいいじゃないですか。それはなんか例えばこうバッグも作るし、靴も作るし革小物も作るしみたいな職人さんじゃなくて、もうバッグしか作らないっていう人がもうずっと作り続けてるので、そらええやんっていうので、まあ、ポーターなんかも豊岡のね職人さんたちが頑張って作ってるというところもあるんですが、まあ、ただねちょっと高齢化によったりとか、あとまあ最近近年ちょっと受注の方がねちょっとずつ少なくなってきたりとかっていうところの問題もあったりしますので、ぜひねこう皆さんもメイドインジャパンとか日本の工場さんのものをね買っていただけると、まあ僕自身も嬉しいなと思いますので、ポーターさんもそういう豊岡でやってると、まあどこの会社とかっていうのは言えないんですけども、そういうのがあると。であとねポールスミスなんかもね実はね日本で縫製してるところもあったりするんですよ。とあるアイテムだけ日本で作ってるっていうのもあったりするので、意外とその海外のブランドもやってんねやっていうんですけど、その海外のブランドを認めるぐらい日本の縫製技術が高かったり、日本のなめし加工が高かったり、日本の洗い加工が高かったりっていう技術がものすごい高いので、海外から依頼されることもあるということになっております。で逆にね、南画とかがね滋賀っていう僕もイメージでおったんですけど、確かね一部も海外で作ってる部分もあったりして、全部が全部日本で作ってなかったと思います。おそらくねそんな話は聞いたことあるので、いや違うよ全部国内で作ってるよっていう、もしミスしてたらコメントでねいただきたいなと思うんですけど、確か店員さんがね全部はもう国内では作ってないんですって言ってはったんで、意外となんかが国内じゃないのって話ないけど、一部のそういいモデルは多分国内で作ってるとは思うんですけど、まあそんな面白いこともあると。あとまあ鬼塚タイガーも最近洋服とか作ったりしてるんですけど、まあそういうのも、国内でちゃんと縫製されたりとかしてるっていうことになってますので、お前それ全部何を根拠に喋ってんのって話なんですけど、僕今洋服を全部作ってるんですね。日本国内でしか作らないって言って作ってるので、そのどこの会社さんが何を作ってるかって大体は知ってるんですよ。取引してないところでもその隣の会社さんとか、わあそこのあれ作ってんねやとかっていうのをね、まあ、知ってたり知らんかったりするっていうことなんで、そう考えたらそらここで作ってたら品質高いわなとか、そらここで作ってたらだいぶ人件費落としてるわなっていうのがあったりするので、まあ、今回出さへんかったんですけど、某セレクトショップさんなんかはすごいこう安いところに依頼してたりとかしてて、こんな値段で依頼してやる人おんのっていうぐらいの、日本じゃないぐらいの感じの値段で出してるところもあったりはするので、全部ねメイドインジャパンやからいいっていうことじゃないんですけど、今どんどんこういいものだけが残ってきて、なかなかねこう品質が担保できないようなのはもう海外にどんどん取られていってるっていう感じになってるので、まあ、このいい技術っていうのはねどんどん残していくべきやなと思いますので、ちょっとメイドインジャパンあんま興味なかったと、俺かっこいい服着れたらそれでええねんとは思ってたんやけども、まあ、どうせ買うんやったらじゃあ日本のためにちょっと買ってみようかなと、あ日本の工場さん頑張ってんねんな、ほんなじゃあ俺もじゃあ一回ちょっとまあ袖通してみるかっていうのでやってもらうと、それだけでねあ違うわっていうのを感じるところもあると思うんですよ。でまあ僕が今言ったブランド以外にもうめちゃくちゃ他のブランドも日本で作ってる会社さんとかってあるので、僕がただ知らんだけなんでね、そういう会社さんなんかもブランドもねおすすめやと思うんですけど、まあ、僕としてはね、まあ、まずは洋服って面白いなと、あなんか意外とこんな布きれいなんか一つに機能あんねやって、僕のチャンネルでまず気づいていただいた方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、気づいていただいて、でその次に機能があってさらに縫製でもっと変わるんやとか、でその縫製を変わることによって国でも全然違うんやとか、国によっても特徴があって取れるものも違うんやとかっていうのが分かっていくと、こうリテラシーが高くなるじゃないですか。でリテラシーって何なんかっていうと、情報の正しい間違ってるが理解できる人がリテラシー高いんですけど、言い悪いが分からない人がリテラシーがちょっと低くなるので、例えば値段が全く違う10倍も違うけど何が違いか分からへん、ほな安い方でいいやんって言ったら、その正しいか間違ってるかっていう判別がつかないじゃないですか。だからまあ大人になってるので、ブランドネームっていうのももちろん正しい素晴らしいものやと思うんですけど、ロゴとかだけで負けるんじゃなくて、ロゴじゃなくてこう本質を見ていって、あこの生地この縫製すごいやん、だって日本のあの工場でやってるらしいで、あだからかみたいなところで、同じ1万円のシャツでもあこれはそういう物語があって買ってるっていうのと、なんかよく分からへんけどもアウ
ウトレットで2万円から50%オフ1万円で買ってて、でブランドロゴ知ってるからそれだけ着とこうっていうのでは全然違うじゃないですか。深みが違うと思うので、まあ、そういうところからね、こう男の色気というか男のね知識とかいろいろ出てくると思いますので、ぜひねメイドインジャパン、おすすめのメイドインジャパンをガッと今日紹介させていただいたんですけど、まあ普段今まで立ち寄ることもなかったけど、あ、じゃあちょっとコムデギャルソン入ってみようかなとかね、オーラリーなんか聞いたことなかったけど、じゃあ今度ロフトマン行った時にちょっと見てみようかなとかっていう風にして、まあ、細かいところもね見るきっかけになるかなと思って、すごい確かに縫製なんか綺麗まっすぐなってるなとかね、で他の確かに海外ブランド歪んでるなとかっていうのもね、こういうのまあ面白いかなと思いますので、今後ね買い物行った時とかにちょっと見ていただければなということに思っております。ということで本日はですね、おすすめのメイドインジャパンを紹介してみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。